皆さんこんにちは、ボートレースアンバサダー植木道彦です。今回の植木散歩はボートレース津と津市を紹介していきたいと思います。それでは行ってきます。植木散歩、今回の舞台は三重県ボートレース津。伊勢湾に面し鈴鹿山脈も近いことから風の影響を受けやすく、風次第では高い技術を求められる水面として知られています。ボートレース津と聞くと植木さん、あるレーサーを思い出すそうで、これ SG でチャレンジカップっていうのを一回優勝させてもらって、でその時の2着が池田浩二選手だったんですよ。で3周回も差を縮めるようなね、あの今言えばウィリーターンで、わこのレーサーはすごくなるぞと、やっぱりなったかなっていう、ね、だから池田浩二選手の強さを間近で感じたっていうチャレンジカップ優勝っていう思い出があります。そんなボートレース津にももちろん名物グルメが。まさかこんなボートレース界のスーパーレジェンドに来ていただけるとは、本当に光栄でございます。いや、なんか照れますけどね。いやいやいや、もうオーラが違いますわ、本当に。いや本当ですか。はい、完璧な営業トークで迎えてくれたのは豊富なメニューで大人気の松楽さん。お母さんが料理を作り、明るい息子さんが接客を担当。実は息子さん、植木さんのファンで植木散歩もチェックしているんですって。何回かちょっとね拝見させていただきましたけど、食レポがすごくだんだんと上手になってますだんだんと、はい、回を重ねるごとに、はい、植木さん、ファンはちゃんと見てますからね。ということで早速松楽の名物いただくとしましょう。津餃子っていう、津餃子、あ、津市の小学校を卒業してるみんなはね、あ、もう大体懐かしい、なるほど、はい、メニューになってます。あともう一つね、はい、この土手煮が名物になってるもんで、土手煮、はい、ぜひ召し上がっていただきたいと思いますので、はいはい、よろしくお願いします、はい、ファンの目の前での食リポしっかりお願いします。まずは津餃子から。あ、おいしい。これ中ジューシーで外が本当にちょっとパリパリっていう、はい、続いて土手煮。あ、柔らかい、はい、うん、あ、これは美味しいです。見た感じよりかはこってりじゃなくて、僕はあっさりしてるように感じましたね。どうですか。上手だと思います、はい、上手だと思います。もうこれはたくさん売れるんじゃないかなと期待しております。はい、いや言わせましたよ、ね、いやいやいや食リポは引き続き頑張っていきましょう。さてボートレース津といえば、間もなく始まるのがこのレース。これ G2 第6回全国ボートレース甲子園、7月10日から15日までですよ。これ全都道府県から代表されたレーサーが素晴らしいレースを繰り広げるということで、ぜひ皆さんにご観戦いただければと思います。地元のファンも楽しみにしているようです。今日はどこからですか。地元。地元です。ああ、そうなんですか。G2 のボートレース甲子園ってあるのをご存知ですかね。はい、分かります。津は豊田健志郎選手が出るわけなんですが、はい、後輩なんで一応。あ、僕は先輩です。高校の先輩とか。中学校ですね。でもやっぱこう親近感が湧くみたいな。そうですね、買ってほしいですね。ああ、ですよね。こちらの2人は九州から遊びに来たそうです。佐賀から。佐賀。佐賀から。今用事があってっていう。植木さんがおるけん言うたけん。いや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 、うまいなぁボートレース2を楽しんで、はい、買って松坂牛を食べたんです。そんな2人のお目当ては、女子レーサー追っかけてます。で佐賀でちなみにこうなんか一押しのオアシ。あ、オアシ選手。山本里奈選手。もうめちゃくちゃいっぱい出てきますあ、女子レーサーすぐ出ますね。ちなみに今回のボートレース甲子園には3人の女子レーサーが出場予定。ご声援よろしくお願いします。その舞台となるボートレース津では、昨年ピットなどがある競技棟が新しくなりました。さらに有料指定席も現在工事中。秋頃に完成するそうなんですよね。おしゃれな場所になるんじゃないかなと思いますね。
新スタンドは秋にはリニューアルオープンの予定。ボートレース2の今後がさらに楽しみです。続いてはボートレース2の収益が津市でどのように活用されているかレポートしたいと思います。それでは行ってきます。まず植木さんが向かったのは、さあ津市役所にやってきました。今回はこちらでですね、貴重なお話をお伺いできるということなんですよね。でもちょっと市役所ということで緊張してますけど、しっかり聞いていきたいと思います。では行ってきます。今回はボートレース2の収益がどのように活用されているのかを詳しく伺います。失礼します。今日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。迎えてくれたのは大貝斗さんと奥田さん。さあそれでは早速なんですが、大貝斗さんからお話をお伺いしたいんですが、この津市では、ボートレース2の収益が子どもたちのために活用されているというのを聞いたんですが、はい、2024年3月にですね、はい、モーターボートレース収益金 の、はい、を財源としましてですね、はい、子ども基金というものをですね、はい、作りまして、はいはい、事業を推進していくということに、しております。はい、この2024年度についてはですね、4つの事業にですね、はい、その収益金を充てることにしておりまして、はい、まずは、子どもの医療費の助成、はい、もう一つがですね、妊産婦の医療費の助成、もう一つがですね、妊産婦、無料歯科健康審査、もう一つが1ヶ月時無料健康審査のですね、4つの事業に活用していくことになってます。ああそうなんですね、はい、お子さんってお金かかりますよね。そうですね、やはり子どもの医療費っていうのはですね、病院にかかることが多いですので、そこでですね、津市ではですね、所得制限はあるんですが、はい、中学生までのですね、医療費の自己負担をですね、はい、全額無料としておりましてですね、未就学児については、窓口も無料ということにしています。ああそうなんですか。2024年からの3年間のですね、はい、財源といたしまして、はい、20億円を積み立てる予定としておりましてですね、まずはこの3月に10億円を積み立てたところです。つまりこの子ども基金ですか、はい、こういうのはやっぱり子育てしやすいっていうか、はい、まあ、それをメインにされたっていうことになるんでしょうかね。子ども基金を活用してですね、より一層子育てがですねしやすい環境を整えていければと津市では考えております。続いては少し表情の固い奥田さんに質問。学校についても取り組みがあるっていうのを聞いたんですが。そうですね、学校施設の整備基金というのがございまして、はいはい、子どもたちがですね支障なく、学校生活を送る上で必要なものとしまして、はい、3点ありまして、はい、学校生活上支障となっているもの、うん、2つ目として緊急性の高いもの、はい、あと国の補助金等が、まあ、活用できないものが、対象となっております。例えばそういうのってどういうところなんでしょうかね。はい、40年以上経過しとる学校施設が約7割ぐらいありまして、雨漏りとか、はい、そういった対策にですね工事費として活用をしています。結構あるんですね。そうですね、雨漏りだったりとかは緊急的に起こるものですもんで、地域の皆さんも安心して学校でこう生活できたり学べるっていう、はい、まあ、環境を作ってるっていうことになるんですね。そうですね、はい。ボートレース2の収益が子どもたちの未来につながっていることを聞き、身が引き締まる思いの植木さんでした。ちなみに奥田さん、植木さんの大ファンだとのこと。インタビュー中表情が硬かったのはそういう理由だったんですね。硬いよね。次に植木さんがリポートするのはこちらですね、津市立、芸能子ども園ということなんですね。こちらの園にはですね、ボートレース2の収益が整備に活用されているということなんですね。保育園と幼稚園が一体となった津市立芸能子ども園、ここにもボートレース2の収益が活用されているんです。もう声がたくさん、もうなんか立派ななんかほっこりする絵がたくさんありますが、今回初めて子ども園という施設を知ったという植木さん、皆さんご存知でしたか？どういう施設になるんですかね。子ども園は幼保
連携型の認定子ども園といいまして、はい、0歳から5歳までの就学前の子どもたちが、はいはい、通う施設になってます、はい、地域にあった2つの幼稚園と、はい、それから1つの保育園が一緒になったという形で、はい、園児の数もすごいですし、そうですね、今現在221名います、保育と幼稚園、はい、こう基本的にどう違うんですかね。幼稚園はどちらかというと教育の施設になります。教育の施設、学校の一つと謳われているので、はいはい、保育園の方は保育養護の部分も大きく占めているので、はい、そこの施設が一緒になったということで、どちらの強みも弱みも一緒に。大型の子ども園ということで、保育教諭の皆さんはいつも大忙し。でもそれ以上にやりがいを感じる、そんなお仕事なんだとか。やっぱり子どもたちと関わっていると、やっぱり元気ももらえますし、いろんな笑顔に助けられますし、成長もね見れるので、そこら辺はすごくみんな保育教員も職員のみんなもモチベーションになってると思います。だけどあれですよね、人を育てる一番土台なので。そうなんです、本当に社会で初めてですよね、はい、子どもたちがね、出会うところではありますので。いや、なんかちょっと感動しますよね、その土台を。そうですね、そこはやっぱり大事にしたいところですし、乳幼児教育が土台になっているっていうことが言われてますので、そこを大切に育てていきたいとは思っております。素晴らしいですね。子どもたちの成長の土台となる部分にボートレース図の収益が生かされている。そしてこういう事実を広く知ってもらいたい、それが植木アンバサダーの願いでもあるんです。またボートレース図の収益は私立の小中義務教育学校へのタブレット端末の導入や雲津保育園の移転などにも活用されています。さて、今回もボートレース図とその収益がどのように活用されているか紹介してまいりました。今後もボートレースをご愛顧ください。それではまた、さよなら。